どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。先ほどクラッシュオブクランの公式さんから新しいアップデート情報が追加されました。その名もターンホール11時にアップグレードすると追加で大砲、アーチャータワー、ウィザードの塔、巨大クロスボウが追加されます。そしてなんとまあということで、まあそしてですね、ターンホール9からフリーズの呪文が追加されるようになりますということです。はい、もうですねこれだけなんですけれども、私の見解とかも喋っていこうかなと思います。ターンホール11になるとこのように大砲、アーチャー等、そしてウィズ等、そして巨大クロスボウを、出てこないウィーンウィーン、はい出てきました、が追加されるようになります。もうこれは事実です。別にこれがどうこう変わるわけではないですよね。まあターンホール11だなーっていう感じでございます。そしてターンホール9からフリーズの呪文をポキポキ使えるようになります。いやこれね、まあそのターンホール9でどれぐらいのレベルまで使えるのかっていうのがわからないんですけれども、私はねターンホール9からターンホール10への攻撃、格上アタックが、できるようになるのかなと思います。そしてフリーズが追加されることによってターンホール9での戦術はそこまで変わらないのかなって僕は思いますね。今ホグラッシュとか、まあ、ホグラッシュじゃないな、まあ、ゴレホグとかね、まあ一般的な攻めだといろいろあるんですけども、ヒーリングの方が強いんですよ、ターンホール9とターンホール9同士の戦いだと。なのでターンホール9同士の戦いでフリーズを使うことってのはほぼほぼないんじゃないかなって思いますね。そしてターンホール9からターンホール10への攻撃が、まあ、ちょっと楽になるのかなと、ちょっとね、まあ、しやすくなるのかなと。でこれで私わからないんですけれども、なんか呪文とかも追加されるかもしれないですよね。わかんないですけどね、わかんないですよ。こうターンホール11で新呪文みたいなのができるのかなとかも思ったりします。はい、ということで今回は、本日アップデート情報が追加されましたことをですね、皆さんにお伝えしました。今後、まあ、1週間ぐらいもあるので私のチャンネル毎日アップデート情報が追加されたら超速報で皆さんにシェアしていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。